こんにちは、ココアです。アニハセヨ、ココアイムニだ。はい、ということでね、最近ハマっている韓国語で挨拶をしてみたんですけど、今日は皆さんに大切なお知らせがあります。ということで今回はお知らせ動画になるんですけど、今年最後の動画になるかなと思うんですけど、やっていきたいと思います。ということで、ぜひ最後まで見ていただきたいので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしてから見ていってください。ということで早速やっていきましょう。それではスタート。はい、ということでやっていきます。今日はお知らせ動画ということで、言いたいことが一つだけなので、すごく短い動画になると思うんですけど、最後まで見ていってください。今日は来年以降の動画投稿に関してのお話になるんですけど、今年は2020年は毎日投稿プラス1本動画を何日かに1回とかアップをしていたかなと、毎日投稿を毎日続けてきたんですけど、来年以降も毎日投稿を続けていきたいと思うので、ぜひ動画をたくさん見ていっていただけると嬉しいです。で、来年以降のお話なんですけど、来年1月からは毎日投稿を続けていきたいと思っているんですけど、4月以降ちょっとどんな風になるのかがまだ予定が立っていないのでわからないんですけど、もしかしたら毎日投稿が忙しくてできなくなっちゃうかもしれないんですけど、これからも YouTube は続けていきたいと思うので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。毎日投稿もしできなくなった場合でも、 YouTube は続けていって何日かに1回は動画を投稿したいなと思っているので、またそれがね決まったらお話ししたいなと思っているんですけど、できれば毎日投稿を4月以降も続けていきたいなと思っています。で、今年は毎日平日は17時、土日祝日は朝8時に動画を投稿していたんですけど、それを途中から変えて平日は16時投稿に変えました。で、来年以降も毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿していくので、ぜひチャンネル登録まだしていないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていってください。で、今年は毎日投稿プラス、毎日ではないんですけど、何日に1回か1週間に1回とか1日2回投稿ということで、サブ動画的な感じで、まあ、短い動画だったりとかをアップしていたんですけど、それも変わらず来年以降もやっていきたいと思っています。結構ね、毎日投稿している方って他の YouTuber の方で少ないかなと思うんですけど、私は毎日投稿を有名になるまでは続けていきたいなと思っているので、今お話をしています。で、私の動画ではジャニオタ関係だったりハイブランド公認品紹介などを多くやっているんですけど、嵐が2020年で活動休止になるということで、嵐関係の動画は来年以降少なくなるかなと思うんですけど、また来年以降もいろんな動画アップしていきたいなと思っているので、ぜひたくさん見ていてください。で、嵐関係の動画は今年結構アップしていたんですけど、今年よりは来年は少なくなっちゃうかなと思うんですけど、ジャニオタ関係の動画をいろいろ出していきたいなと思うので、ジャニオタ関係の動画を楽しみにしていていただいているっていう方、チャンネル登録していないという方はチャンネル登録をして来年も見ていただけると嬉しいです。で、今お話ししたことが来年2021年1月以降の動画投稿に関してのお知らせだったんですけど、来年の4月以降どういう風に予定がなるかっていうのがまだ分かっていないので、またそれが決まり次第こんな感じで、ね、お知らせ動画をアップしたいと思っているんですけど、もし4月以降も毎日投稿を続けていけるっていうことになれば、動画は出さないので、動画が何も出てないっていう時は毎日投稿を続けていくということなので、まあ、そんな感じで思っていただけたらいいなと思います。で、動画を投稿していく内容なんですけど、それは今年と変わらず来年以降もハイブランドのもの紹介だったりを多くやっていったりとか、いろんな動画をアップしていきたいなと思っています。はい、ということでね、こんな感じでいろいろお話ししていったんですけど、まあ、言いたいことは毎日平日は16時、土日祝日は朝8時の毎日投稿を来年以降も続けていくということで、こんな感じでお話は以上です。はい、ということで今回は来年2021年以降に関しての動画投稿に関してのお話をしてみました。来年以降も今年と変わらず投稿していきたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。そして動画をたくさん見ていていただけると嬉しいです。ということで今回はお知らせ動画ということで、少し短めの動画になったかなと思うんですけど、もしまだチャンネル登録していないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、私の動画ではハイブランド購入品紹介だったり Vlog、 いろんな動画を毎日平日は16時、土日祝日は朝8時に動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。今年も1年間ご視聴ありがとうございました。今年最後の動画になるんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画で、来年以降の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。